こんにちは、長谷川じいさんです。今日はね、アズールコンパクトスカイブルーをね、切り戻して、超満開にする4つの方で、ね、皆さん伝えたいと思います。特性はね、常緑性なんですね。で、初心者向きの花です。特徴はね、ふんわりと優しくまとまった装飾が大人気の花ですね。で、今日はね、切り戻しをやります。ちょっとね、真ん中がね、ちょっとね、正直なところないんですよ、花が。はい。どうしてもね、こう外へ外へ行くもんですから、真ん中が葉っぱがね、枯れて花が咲いてこないんですね。ですから、できるだけもう切り戻して、できるだけこう葉っぱを出していくような感じ、真ん中からこう芽が出てくるような感じを作りたいなと思ってね、今日は切り戻しをしてみようかなというふうに思います。まあ、切り戻しはですね、今申し上げましたように、形が悪いとか元気がないとか、もっと咲かせたいとか、まあ、いろんな理由でやるんですけどね、まあ、蒸れかかってるとか、蒸れないようにとかですね。で、今日ざっくり切ってですね、今咲いてますけど、この倍をね、咲かせてあげたいなと。今でも十分綺麗なんですけどね、こんなもんじゃないんで、シャレしていきたいなというふうに思います。じゃあ早速ね、切り戻しをしていきます。今日はね、鉢のこれ外していきますね。アズールコンパクトはこんな感じになりますかね。こんな感じになります。はい、綺麗でしょ。はい、今日はですね、鉢の内側でカットして、どうせバッとこう横に来るんでね、できるだけ真ん中から芽を出してもらおうと思ってやっていきたいと思います。で、丸くなるような感じ、イメージとしてね、丸く咲かせたいなというふうに思っています。早速カットしていきます。その内側で出てるところを切ります。で、鉢の内側で切るとですね、風も通ってですね、蒸れにくいんですよね。油断すると蒸れちゃいますからね。はい、カットして、丸くなるような感じですね。カットしていきたいなと思います。あらかた節取りましたんでね、あとこう、まあ、イメージですね。イメージとして丸くなるような感じ。ちょっと真ん中から出てきてくれるといいなと思ってるんですけどね。はい、あらかた切りましたからね、あと黄色い葉っぱを取ります。できるだけですよ、できる限り黄色い葉っぱを取ってね、緑の葉っぱを出していきたいと思います。
はい、大体ね撮りましたけど、まあ皆さんゆっくりね、時間がある方は撮って、撮った分だけね葉っぱが出て花が咲いてくれますからね、撮ったもん勝ちなんですけどね。葉っぱが出て、うん、枝数が多くなって花が多く咲くということです。撮った分だけですよ。はい、このままでも花は咲いてくれますけどね、枝も出てきてくれますけど、葉っぱが出ないことにはね枝も出ないんで、はい、ということでね、とりあえず切り戻しましたから、こういったものでまず消毒をやります。で、虫病気の予防と切り口の消毒ですね、重要ですね。はい、今からの花なんで。そしてね、切り戻しをしたパワーが必要ですからね、こういったものでね、観光性肥料ね、鉢の内側に、埋めます。なんで鉢の内側かというと、根に蓋が来ないように、根から取れた後に埋めるんですね。なんで埋めるかというと、転ばないようにただ埋めるだけです。はい、ということでね、肥料をやりました。で、切り戻しが終わりましたので、引き続き超満開にする4つのを伝えます。4つの方の1つ目、何かというと栽培環境なんですね。このアズールコンパクトスカイブルー、日当たりを好みます。で、真夏の強い西日は苦手なんですね。で、夏はね風通しの良い半日陰で管理してください。2つ目、水やりです。鉢の表面が乾き始めたら、鉢底から水が流れ出るぐらいたっぷりやります。また加湿を嫌うので蒸れにね注意してください。3つ目、肥料です。植え付け時にね、元肥として環境性肥料を混ぜて植え付けています。成功性の春から夏にね液体肥料を1週間に1回やります。4つ目、これが一番重要ですね。実は摘心なんですね。今日ね切り戻しをやりましたけど、一度ね芽が吹いた時に摘心をやるんですよ。そしたらね、もう超満開まっしぐらですからね、ぜひねチャレンジをしてほしいなというふうに思います。もうすぐね芽が吹いてきますから、これ早いですから。はい、今日はねアズールコンパクトスカイブルーを切り戻しました。花咲かじいさんと一緒にね超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の願いが出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。